加減にしろよ。行くの？いらっしゃいませ。ありがとうございます。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける。もう1台は楠本玲子にかけるんだ。で、その2つをこうすれば、直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができる。ああ、なるほど。それで？もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして、このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を犯さずに送り込まれてくる奴らの顔を拝める。うん、なんとなくわかったかな。もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。それでいてちゃんと相手の姿を確認できるところ。それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから、誰も巻き込んだりしません。場所は？清涼高校に行く手前です。川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかと。よし、二人はここにいてくれ。行くのは俺一人で十分だ。いいの？大丈夫？では僕はドローンを飛ばして微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えます。頼んだ。これか、つくもが言ってた建設中のビル。
こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。桑名だ。準備いいか。これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる。やってくれ。はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか、わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとは。たまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、満君はまだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか。もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか。あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は。私に何か頼み事でもあるんですか。そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか。そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか。いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では
ドローンだ。スマホぶら下げてんぞ。撃てよ、撃ちまえ。いいのか。大丈夫だ、いいから早く。おい、全然当たんねえじゃねえか。ダメだ、小さすぎるって。あ、くそ。俺ら、あのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は一丁か。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわ、何すんだこの野郎。誰の指示でここに来た。せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。桑名を知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。まったくね。よっ、せい、せい、誰の命令でここに来た。それは RK の上から。相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって。捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうに。はいくらもらえるかも聞いてねえのに。はあ、結局また何も知らねえ末端か。お前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚く。はあ、公安って。周りのお仲間にも言っときな。 RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そして
いつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。はい。失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ、私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております、坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前に神室町から姿を消したんですがね。ご存知のはずですよ。満君の元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。桑名と八神に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本満の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本満はそこで眠り続けてんだな。楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのならそこへ行くのがベストでしょう。しかしよ八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか？なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ、沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに
楠本玲子が河合殺しで自首すれば公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね、楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから、僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ八神。お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな、スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ、俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。いっそ八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも、また杉浦借りちゃって。何を今さら、水臭いですぞ。ではこれにて。時間食っちゃったよ。あの、ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。
何を。大丈夫、降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは。俺らは探偵で北方先生とも話をしています。ミツル君のことや、それから5年前、河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そう、なら御用は何です。真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今桑名と名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。結果から言うと、あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手はGPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況が分かりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。ミツル君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え？
大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレが神室町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの。調べを進めた公安はやがて楠本満と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は満くんの元同級生で、江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越芝の教育実習まで担当してたんです。まもなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越芝殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか。彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。息子さんは今どういう状況なんですか。いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか。そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか。連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？
国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ？ちょっと置いてかないでよ矢上さん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたってそれこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと？ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆ってもうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか？かもしれませんね。河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか？北方先生と話したならあなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているならこれ以上私に何を聞くんです？わかりました。改めて言いますが俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう降ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか？あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと？ええ、その時は多分絶対表に出ない場所で誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され何より
誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でもそれが何なんです？え？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。ミツルのために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合がカムロ町で働いていると聞かされ見に行った。河合はミツルの飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。ミツルをいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらい。だから私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの？桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか？これは沢さん。あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったらこれで俺たちにも連絡くれますか？こっちの話は以上です。
車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああ、だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの 2,3 日だったろ、桑名。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっと、そういうとこは鼻につくんだよな。ふん、何か電話じゃ済まねえ話か。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず、犯人も捕まらない。何の事実も知らされずに、この先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが、楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから、彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだミツルの飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合は神室町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんで、どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて、お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ふん。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ？音声ファイル？
江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第2第3の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ、桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。ええ、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。